によろしくお願いいたします。朝日に張り小富士の霊鼓が浦和日の中に素晴らしい中学校ですよ。今日はね、40周年ということで、新内容の皆さんおめでとうございます。私熊本からやってまいりました。熊本からえっちらこっちらやってまいりました。もう新内容で生まれて新内容で育ちました。そしてここから音楽が始まったんです。まずそこの南洋ミュージック、あそこでレコードを買って、大判焼きを買って、台盤焼きって言うんですか、それ買っていろいろね、このロータリー中私はいろんな武勇伝がありますが、それはまた後々ライブかなんかでお話ししたいと思いますが、今日はもう時間も押してますので素晴らしい仲間を呼んでます。今日はこの髪が長いスパゲッティがここについてる感じの、今日は外国からお呼びします。福岡シティよりサックス武田博之、イエーイ。新内容初めてですか？初めてね、はい、この雨の中ね、こうやってマイファミリーが見てくれてとっても嬉しいです。 OK ですか？ OK、 じゃあしっぽりとこのナンバーから行ってみましょう。
クラマツのアイドルキーボード山根よしみ。はい、やっちゃおう。イエイ。はい、はいはいはい。飲んでない？さあ、時間の方は大丈夫ですか？大丈夫ですね。それではあと50曲みんなついてくれるかい？ほんまかいの50曲で。はい、行きましょう。それでは、私がちっちゃい時にお父さんの肩車で弾いて覚えた曲だと思ってたんですけど、どうやらお父さんじゃなくておじさんだったようです。そんな懐かしい歌をしっぽりと、これもまた皆さんと一緒に歌ってみたいと思います。涙が溢れ
のみたいなね。はい、皆さんこんばんは。もうね、花火が待ってますので、最後の曲はみんなと一緒にこうぴょんぴょん跳ねながら行ってみたいと思います。いいですか？ぴょんぴょん跳ねたらブラブラする人はこう押さえてお願いします。何を言ってるんでしょうね。ここまで来て下ネタが出るぞね。ひろきくんがビール飲ませてんかい。さあ最後の曲は共有していきたいと思います。ということでカウントダウンを行いたいと思いますが、木村市長とそして八千代姉様に、はい、市長さん、どうもあの熊本市長がよろしくと言っておりました。本当ですか？本当ですか？本当です。高円市長もよろしくと。じゃあですね、せっかくですから、はい、あの女性2人おりますので、まあ、中西市長来ていただきまして、いろいろご不満もあるかと思いますが、はい、お付き合いいただければと思います。さあ、もうこのお天気で半分諦めておりましたけれどもね、師匠。祭りは気合ですね。なるほど、大きな拍手をお願いいたします。祭りや気合。さあ、それではですね、サンフェスタがこれまでスローガンとして掲げてきました地域
域の絆に気合を加えまして、その輪が祭りの思い出とともにさらに広がることを願いまして、夢花火凛と名付けられました。これをですねカウントダウンをしてみたいと思います。さあそれでは10からカウントダウンしてまいります。皆さんも一緒に声を出してください。それでは木村市長、最初の温度をお願いしてよろしいでしょうか。10 9 8 7 6 5 4